アリエルは、笹本雄一作の SF 小説。観光は、そのラマ文庫。イラストは、鈴木正久。1986年から雑誌、獅子王にて連載され、1992年の、同志休刊後は、文庫書き下ろしとなり、2004年に、全20巻52話をもって完結した。過去には、OVA か、オーディオドラマ化もされている。二千五年に、 聖運賞を受賞した。2007年12月以降、文庫版2冊分の合本書き下ろしが、そのラマノベルス名義で、朝日新聞社より再刊行。2014年には、新規創刊された朝日エアロ文庫で、書き下ろし部分だけが、文庫本3冊で刊行された。物語の特徴として、巨大ロボットもの、侵略もの、スペースオペラをベースに、 ファーストコンタクト、タイムトラベルなどの SF 的な要素が盛り込まれており、また全1 2話の構成となっている。国立科学研究所ことシーバイの所長、岸田博士は、女性型の巨大ロボット兵器アリエルを開発し、そのパイロットに、名のビアと孫のアヤとカズミの3人を指名する。その頃、銀河帝国から惑星侵略業務を受け負う、三流侵略企業、社は、 銀河辺境に地球を侵略すべく、アバルトハウザー艦長を率いる大型宇宙戦艦、オルクスを派遣した。早速、迎撃に出たエリアルは、地球よりも、はるかに進んだ、科学力、軍事力を持つ宇宙人を相手に苦戦するが、辛くも、高火兵による攻撃を撃退することに成功する。実は、下道者は、倒産寸前であり、 地球侵略が会社を立て直す最後のチャンスであった。また、侵略活動中は、帝国からの報奨金が支給されるため、それを目当てに侵略にも、わざわざ日数をかけて攻撃も手加減をする必要があると同時に、経費削減のために、しばしば経理部長が侵略作戦に介入してくる。一方の地球側もアリエルの活躍を政府にアピールしつつ、 地球の精一杯の科学技術を投入して防衛に当たるが、三人のパイロットのうち一人は報酬目当て、一人はもっぱら面白がって、今一人は受験生で、地球防衛どころではなく精神不安定なままに、コックピットに押し込められ、いまいち本気になれない。かくして、やっつけ仕事な侵略行為と、これまたやっつけ仕事な防衛戦闘を繰り返すことになる。 そこへ、宇宙の壊しや、星壊しセーバーや、タイムトラベラー、史上最大手の侵略企業の大艦隊や、宇宙海賊、さらには、ハウザー艦長の姉などが現れ、宇宙人側でも様々な思惑が交差するようになり、地球もその中に巻き込まれていく。声優の後につく記号は出演するメディアの違いを意味する。C1、カセット第1巻、C2、 カセット第2巻、C3、カセット第3巻、O1、OVA、C 倍最大の危機器、O2、OVA、接触編ザビギニング並びに、発動編グレートフォール、記号がなければ作品ごとの違いはなく、特に岸田博士、ハウザー、デモノバ、セーバーは、カセット第1巻での初回登場時から、不動のキャスティングである。岸田博士が、 全身全霊を趣味に傾注して極秘裏に建造した機動兵器。あくまでも試作品を特殊事情により実戦投入しているため出撃の度に大掛かりな整備と回収が必要という事情により兵器であるにもかかわらず運用は民間のシーバイ主体で行われている。だがこれだけの技術と予算を投じながら下動者の兵器とは 技術レベルであっけないくらいに隔絶した差があり、実のところは、前線全敗に近いが、前線通して、損傷の程度が、修復不能なまでに至らなかったのが幸いだったと、言える。付け加えるなら、敵、機動兵器と前線できたのは寄せ集め降下兵、スクラッパーとの戦闘の時のみである。この、スクラッパーの所言は、大気圏再離脱は愚か水平飛行すら、不可能。 かろうじて滑空のみ可能という白物で出力、防御性ともに、通常型効果兵の1、10以下というハリボテだが、デモの倍枠、未開惑星の原始戦力が相手ならそれで十分と、される。宇宙海賊のパスコダルーマーからも、戦闘強度や、頑丈さを無視して設計したような華奢なボディ、視人性の極めて高い銀白色の塗装、 メカニズムむき出しの原始的な技術、重力制御推進システムも使わない旧式、かつ低効率のイオン推進システムといい、パイロットが乗りたがる機体ではないと評価され、さらに、未開文明の機動兵器の一機やそこらの戦力なんか、たかが知れていると、苦笑いされている。ただし、AA は初登場時に、スクラッパーの骨格から製造した件で、 降下兵を一気撃墜している。辛くも、下道者の侵略を撃退したのは、下道者の内部事情によるものである。パイロットが、岸田博士の近親者である理由について、朝日そのラマ版では、どうしてもお前たちでなくてはならないと、岸田博士が強弁するだけで終わっている。そのラマノベルス版では、エリアルの操縦システムの開発にそれぞれが別の時期に、 関わったというエピソードが追加され、宇宙人の襲来という想定外の事態に、最も習熟度が高いパイロットを乗せたことで、第1話では、何の訓練もなしに操縦できたという理由付けが行われた。中盤以降は出番が激減するが、最終話において、初めて主役ロボットにふさわしい活躍を見せた。地球が銀河帝国の加盟に成功した後は、 銀河辺境を調査、探索中の地球石の旧式超高速宇宙船、マリシテン選手格納庫に自衛用の機動兵器として、回収型 AA が搭載されている。特定の女性に、顔立ちや頭髪まで酷似させた外観デザインは、スーパーロボット的とすら言えないものだが、リアルロボットに劣らぬくらい、初言の交渉が、きっちりとなされている。航空券。 実験航空団に所属する実験用航空機や開発研究用として自衛隊から研究戦車団に委託された戦車、複数の観測船などを保有している。ほとんどの保有航空機には派手な塗装とそれに沿ったコールサインが与えられている。航空機は元が軍用機なものも多いが、これらは民間機として登録されており、 自家用気扱いのものも存在する。また、武装の装備が公式に認可されているのはレッド、おばばのみとなっている。そのラマノベルス版は、朝日新聞社、それ以外は朝日そのラマ発行。いずれも VHS および LD でのリリース形態。全2作については、一応地球の科学技術が宇宙人のそれに及ばない、ことだけは踏襲しているもののあり得るが、 下道者の侵略を見事撃退するという内容になっており、原作のコンセプトから外れた形となっている。後二作については、笹本雄一が自ら脚本を書き下ろした。グッドスマイルカンパニーが展開している、モデルキットシリーズ、モデロイドにて、メインメカ、アリエル、エリアルをモチーフとした、モデロイドエリアル C 装備が2019年5月、 発売、モデロイドエリアル飛行ユニット装備が2019年9月、発売予定。ありがとうございます。